Love it. Best food in the world. From the documentary. Yeah, I should go check it out. 世界最高の寿司職人とも言われる87歳の小野次郎さんの技と仕事へのこだわりを描いたドキュメンタリー映画が全米でヒット。銀座の名店すき家橋次郎はハリウッドセレブも訪れ、今やアメリカ人にも憧れの店に。その味がニューヨークでも食べられると注目のスーシーナカザワをご紹介します。 Trend Delicious。 今年8月にオープンした高級寿司店スーシーナカザワ、ちょっと緊張したんですが、はい、こんにちは、いらっしゃいませと笑顔で迎えてくれたのは中澤大輔さん。映画の中にも登場する中澤さんは、すき家橋次郎で11年修行してきた寿司職人なんです。純和風な感じをイメージしていたんですけれども、このようにカウンターも真っ白でモダンなニューヨークダイニングのような感じですね。カウンター席はすでに1ヶ月先まで予約が埋まっているということですが、メニューはその日によってネタが変わる20貫のおまかせの握り寿司だけ。早速握っていただきました。紅鮭を藁でスモークしてあります。映画でも紹介された職人技を聞かせたサーモン、すごく優しい味です。酢飯がお酢が効いているんですけれども、ちょうどいい感じでとっても美味しいです。本物の寿司文化を伝えたいと、すき家橋次郎のこだわりを大切にする中澤さん。寿司飯が一番大切と日本から唯一持ってきたこのわらび酢、蒸らすことなく保温できるため、シャリは人肌に限るを守るのに欠かせないんだとか。その上でニューヨークならではのスペシャリティも。シンプルを極めた伝統の味を土台に、スーシー中澤ワーの味が生まれました。カワハギに合わせたのは日本では定番の肝ポン酢。カワハギがプリッとしていて、で上に乗っている肝にちょっとスパイスが入っているような、その正体はわさびの代わりのもみじおろし。そう、様々な種類のスパイスやシトラスを効かせるのが中澤流。油の乗ったネタによく効くという和がらしなど、魚に合ったスパイスを選んで寿司と合わせるんです。どうやったらこの魚の味を引き出せるか、それに合わせた、スパイスだったりソースだったりということです。そして映画ファンにはたまらない卵。マスターできるようになるまでは200回ぐらい失敗をしました。僕の後輩は10回ぐらい出てきてましたけど。エビと大和芋を練り込み、厚みと口当たりにこだわったシグネチャーの一品。うーん、甘い。もう卵がすごくトロトロでふわふわです。プレッシャーとかってありましたか？次郎さんの名を怪我してはいけない、それが一番大きいです。江戸前ではなくニューヨーク前で、ニューヨークだからできることを新しく開発していきたい、お客さんに楽しんでいただくこと、それが僕の一番のこだわりです。すき家橋次郎の本物の寿司に中澤さんのニューヨークスタイルが加わったお寿司、本当に美味しかったです。The art and love for sushi will surely continue to evolve and expand.